はい、というわけでね、えー、今日はディスクを作っていこうと思うんですよね。キーシーディスクを。えー、っとね、一応、あのー、コーナーディスクみたいなやつ。こんな感じのやつね。んこれこれ。これ合ってんのかなこんな感じかな <laughs> あ、そうだよね。あの要は、サイドテーブルみたいなのがくっついてるような感じのやつ。まきっとね、お買い得だったと思うんですよね。だちょっと組み立てがね、そこそこ大変かもしれない。 それちょっと、ね、組み立てていこうとところどころ要所要所でねであるパーツが、えー、このなんか足かな足と足と <laughs> えっとね他にもう一個裏にこれ、ね、ちっちゃい方の天板っていうかなありますであとはこの辺のこれねとあとまあ目印 じゃあ、組み立てていきます。まあ、その辺の模様は後々。はいはい。というわけで、えー、PC ディスク作成第2弾というわけですね。第2弾。わかんないけど。とりあえず、組み立て中です。で、これがでかい。でかい方の板。うん。で、こっちが短い方の板ね。うん。で、これを、このね、板を、 どっちにも付けられるんだってねまあ一応私のプランだとこの穴穴が開いてるところは奥にしたいんだよね多分なんか手前に穴あったら邪魔だもんねだからつけの奥まあ、要はコード類とかは多分通す穴だよねあれねうんであれは奥にしてでこっちも穴が奥になる方がいいと思うのわかんない <laughs> ダメだったら付け替えますで今はこの これをね、今くっつけてるとこですねこの何つん,んだっけ天,天板裏に角バー角バーつけてます角バーっていうとこですねはいこれね多分結構あと今裏返しだから左右非対称になると思うんよ左右非対称日本語合ってるうんなので結構ね私ほんと <laughs> あの車のバッグとかめちゃくちゃ苦手で なんか左右反転したりとか上下逆になってするとね混乱するんだけど一生懸命考えて私的にはこれを左側自分の左側に配置する予定なのね合ってるよね逆転するからねそうだね今これ裏返しになってからこれが表になると逆になるんでなんで一応私のプランだとこうね机があってこれでまあこれがここで作業をするとこねこのパソコンをもダーンと置くとこでこれはまあサイドテーブルっていうかねうん。 でこれをまあ左側に自分の左側に置いてまあなんかいろいろ別の作業をするときに使うとかねうんやる予定なんで合ってると思うよ <laughs> なんで混乱する人はねこれをちょっと参考にしてでくださいね、うん、左右逆転するよっていうのはねというわけで今ねこのネジをねじっていくところですよネジをねじるネジネジしていくところですねはい何かまあもともとこれ付属でもともと付いてたんだけど、まあうん、やりづらかったらむしろ本当に 電動とか持ってる人だったら電動でブルーってやっちゃえば早いと思うんだけどねねじっていきい、まあ、まだ動くなまあ最後までがっつり止めれば多分動かなくなるでしょうよいしょ片手塞がっていくからやりづらいねあとヘルニアの人がやることじゃないかもしれないあ動かなくなりましたでこれを、まあ、全部やっていくと4箇所 4二箇所つけてで短い方は短い方にこれつけていくとつけていく感じねうんで、まあ、つけていったらあとはねこれかなちょっとここにあるけどこれが足になるんだよね多分これこれが足になるからえー、足をくっつけてそんな多分難しくないと思うんだよねうん簡単あとはあのなんかよくあるやつ よくあるやつってことはないけど多分支えになるんだよねこれねこのバッテンみたいになるやつをつけて終わりみたいなだから結構シンプルまあ最初にどまあ天板をどうくっつけるか多分これが鍵なんだよねというわけでこっからは多分一気に作業をしちゃって完成品でお会いするか,かもしれないですね簡単だったけどほ <laughs> んじゃまたはいというわけでこんにちはソルインですえー、現在ですねえー、今 足をつけてるところですね片方だけ、まあ、まだね奥ついたら止まったんですけどこの長いやつをね横からクイッて入れたりするんですけど結構疲れる多分これ使ってるからだろうね <laughs> まあ最初、うん、つけてくれるのはありがたいんですけどね多分ちゃんとしてドライバー使った方がいいかも分かんないですね疲れるな <laughs> 力込めにくいからね短いとでまだ反対側の足はまだついてない感じですねで短いのまだねこれ くっついてないですこれからこっちのこっちと同様に足をくっつけるんでここにで足をくっつけた時にこ,れです、ね、こことくっつくことによって連結するみたいな感じですかねイメージ的にはなんでこれ一応注意点としてはこれがこここのこれとこれ違うんですよねこことここ,こ,こがねなんでこれが外側に行くようにまあこれね、まあ、一応あの図解というか入ってるこれでまあ見れば分かるとは思うんだけどね はい、そんな感じですいやー結構疲れる <laughs> 思った以上に体力使いますねまあ私が今ちょっとね腰やってるからもあるかもしれないですけどうんあんまりペースが良くないあそんな感じでじゃあ引き続き頑張っていきます完成をお待ちくださいではでははいこんにちはサルインです腰が痛いというわけで割と進みましたちょっとまあまあただ足をはめただけですがはいで結構注意点なんですけど 溝っす溝これねうっかりしてると溝ができますで割とここのネジ穴に遊びがあるんですよね遊びがうんなのであの逆にちょっとあのでこの棒が結構動くんですよねこ見,て見てもらえば分かると思うんですけど隙間あるじゃないですかここにこの分だけ遊びがあるんですよなのであんまりこっち寄せ まあ今、固定しちゃったんですけど逆、まあ、にちょっと固定しちゃったらここちょっと一回緩め,てもらちょっと緩めてもらえれば全部抜く必要なくてこの、まあ、2箇所ねちょっと緩めてもらえればあの隙間ってかまあこれをちょっとなんか隙間多い隙間できちゃったなと思ったらこれを左こっち側にちょっと寄せてもらえればちょっとこっちに突っ張ってるとこれが当たっちゃって隙間がどうしても生まれちゃうんですよね。なので ごめんね、ちょっと息が上がってるんですけど隙間をなくしたければ今多分ちょっとこっち側隙間あるんでん、ま、ちょっと,ちょっと,ち,ょっとちょっとした隙間なんだけどあるんでちょっと気になりますよね大丈夫かなでもここ止めちゃったんだよね大丈夫かなあ <laughs> あまあやってみましょうかちょっと緩めたらよいしょもう疲れるななかなか疲れますね日曜大工的なあまあ緩めてあるわ なんでちょっとこれをはいもうついてからあでもいけますねちょっとこれを寄せてもらえれば動くんで,でそうするとさっきより多分隙間なくなりましたよねてかまあほぼ隙間ないような状態にこれになったと思いますねだから隙間が気になる方は一度ねこの2箇所のネジを緩めていただいてはいそんな感じでやっていただければと思いますではまた <laughs> バイバイです